よっそ、追加、まさかの追加。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて9話目ということで、まあ今回も公開収録となってますので、チャットの読んだりとかいろいろあります。チャットの方はメンバー限定の方で公開となってます。ってことでみんな遊び来てねほい、じゃあ追跡しよう。この追跡機能めちゃくちゃいいよね。まあストーカーができてしまうから絶対現代ではできないんだろうけど、歩いていったとか逃げていった道がさ全部バレるっていうね。はい、ブルファンゴじゃあデリード。誰だ。大将の使いだ。大将？何の話だ。お前が逃げたやつだ。破裂の矢がないから全滅すると思ったか。目撃者もいないって。いいか、俺には借金がある。返さないと目玉をえぐり出されちまうんだ。あー、そういう、ちょやばくね、こいつ。何聞く？ってレベルじゃなかったぞ今の。やばい。いや当たった。倒れろ。で倒れたところにガツンと。輝く網目、おー、いいね。絶対あの商人命ないよな、もう。あ、ちなみにグロテスク表現は今のところないかな。あるとすれば対人があるので、人と戦う時がね、その時に頭を矢をぶっ放すぐらいです。みんなは無事か。あ、私が助けた。ありがとう太陽よ。我が罪を燃やし尽くし、たまえ無残だな。だがマシな死に方だ。速攻盗むって。いやー、私行こう。戻ったか。ソングコアを取り戻したんだな。リリードは？それがストーカーにやられた。無残に。お前がストーカーを倒した？そりゃすごいな。ほら、分け前だよ。持ってきな。対象は俺が引き受ける。残りの旅は楽だろうしな。
ほい、サブクリア。見張りから話を聞いた。ここに死者が来るってね。マレアか。メリディアへの道を探している。カージャの首都の。ここから西に行けばいい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい、西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか。多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり。腕がいいんだ。その言葉が本当ならいいけど。汚れ。汚れはどこまで広がってる。谷の入り口で機械を見かけたわ。南にもマガツキがいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。マガツキに弱点はあるのか。どうも普通の機械より火を嫌うようね。不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを。神に祈って戦い続けるしかない。他の部族。この場所は聖なる地の教会を守っている。よそ者も来るだろう。ええ、もちろん村の中にはいないけど谷の先にはいるわ。戦が終わり彼らも谷に入れるようになった。商売する人も中にはいる。ここはいわゆる中間地点ね。聖地でも外国でもない。狩人の集会所に行ってみるといいわ。粗末な小屋の塊みたいなものだけど通過地点として使われてるの。メリディアについても何か聞けるかもな。そうなんだよね。やっててさ、ホライゾン、ノラっていう部族間のなんか戦争っていうか、あと機械かっていう感じなんだよね。マップ的にも他の国に行くっていうイメージないもんね。その先にメリディアンが。そう、太陽の砦って場所。見捨てられた村の近くよ。見捨てられた村。今は名前すら忘れられた村よ、私のふるさと。何があった。戦よ。カージャの赤の動乱でやられたの。あの時私は15。他のみんなはやられちゃったわ。ノラは村を捨てて逃げたのよ。ここ母の頂へとね。戦いが終わった今でも谷に戻らずに。あそこはサントの中立地帯になってるのよ。お前はここの責任者か。私たちは自分で身を守る。15回もの襲撃と3度の侵略に耐えてきたのよ。耐え抜けるわ。過去の栄光にすがっていると多くが命を落とす。知らないでしょうけど私も試練を勝ったのよ。それも骨折した足を引きずりながらね。際どかったわ。でも抜け道を見つけたのよ。マレア、これは試練じゃない、戦だ。ええ、そうね。母なる頂を守る、それが試練を勝った私の望みだったの。ずっとノラの誇りのために戦ってきた。死が待っていても構わない。そろそろ行きますか。わかった。気をつけて、アーロイ。探し物が見つかるといいわね。にしても映像綺麗やな。んで、レベル15。15。はい、20。わーい、レベル上がりすぎじゃねえか。多分ね、しないといけないんだけど。オーバーライドしてまた移動するか。来ないのか。意外と賢い。あの機械、煙みたいに汚れが立ち上ってる。始末するか。
ああ、浄化するには倒さないといけないんだ。なぜバレなかった。早速使ってみよう。構えてるだけじゃ多い。ああ、これは。しかも汚れによってダメージ食らうんだね。まあ、思ったよりも強くはなかったね。この毒金属を蝕んでるみたい。やべ、これが機械を狂わせてるのか。いつか役に立つかも。待って、なんか来てるんだけど。緊張をほどいて。よし、行こう。うっそー。ああ、強いな。今みたいにちょっとゴリ押しできるのはありがたい。私を探してる。うわー、お前いんの？ちょっと狩ろう。追加、まさかの追加。回避がしきれてない。
なんか回復してない？気のせいか。いやー、ついでいるのは聞いてねえわ。ほら、取って。はい、取ってます取ってます。そんな怒られても。よし、はあ、まさかね、主人公に怒られるとは思わなかった。この奥か。あー、汚れてんねー。あの村だ、マレアの言っていた。めちゃくちゃだ。いや、めっちゃ目の前いるじゃん。ちょっとややかいな感じだね。来たか、汚れたウォッチャーども。後ろから声した。なんか引っかかってる、なんか引っかかってる。だって普通は地形がめんどくさいね。とりあえず回収して中も見てみようか。あー、でこっち行くんだ。こんなもんかな。見つけてよかった。よし、それじゃあまた移動しましょう。煙に明かり。焚き火あった。悪の渇きと同じだな。はい、焚き火。じゃあ一応一旦ここまでにしとこうか今回。なかなか
移動の長さとか考えるとね、まあ何よりちょっと戦闘が多かったもんね。まあ、ソートゥースは何かと得るものがあったからいい感じになるかな。はい、ということで今回ここまでとなります。まあまあメインのためにちょっといろいろ処理をしながらっていう感じだったね。逆さ山とかあるんだ。これあれだね、ほんとどっかでサブクエだけを永遠とやるっていうか、サイドサブとかね、じゃないとなかなか難しいねってところもあるから、そこをやっていこうかな。はい、ということでここにご視聴ありがとうございました。動画を見てる方、ここまでライブ見てる方、引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。